ドラマ「六本木クラス」で主演を務める俳優の竹内涼真さんが六本木の治安を守る一日警察署長に就任しました。リアルタイムに今自分は六本木で撮影をしてますし、より良い街で世代問わずすごく安心してこう皆さんが、来れるなんか街づくりを一緒に作っていけたらいいなと思っています。竹内涼真さんは警視庁麻布警察署の一日署長に就任し、日々六本木の街を守る麻布署員らを激励しました。ドラマ「六本木クラス」第4話は今夜9時から放送です。